皆さんこんにちは、ペソでございます。ヤックマン DS 続きやっていきましょう。さあ今日からまたね、新たにメンバーを選び直して、あ、これはあかんわちょっと待って弱いの3人っていうのはね、さすがに。まあまたのこのこ来た名前かキノシーさんがやっぱりベラボーに強いんでね。ドラはローピンですね。ちょっと早めに手をなんとかしてっていう感じでしょうかね。まあ、ローピンをね、なんとか持っていける展開にできればいいんだけども。ちゅわー、でももう2枚目出てるのね、これ。あ、いいとこ引っ張りましたね、カンちゃんの。あー、積もりよった。メンサンゾ積もって、積もドラドラおっぱちか。2000点オールですね。ドラG1 です。これはね、なかなかちょっとビジョンが湧かない、いわゆるパイパイですね。まあまあ、ローチーパーでうんちゃらかんちゃらとかね、まあ、伸びれば足らればですからね。あー、これでうん、三蔵頭候補になりましたね。塩ロンの3色っていうところがちょっと濃厚になってきたかもしれません。すっそ、じゃあパーピン頭か。そうだね、じゃあもうこれですね。ただね、リャンウソン筋がかなり薄くなるんで、もう茶水パタラシャボネでもいいんで、ダマでかけましょう。あ、サンゾ捨てたな。ってことは、ウソが2枚、ノコノコくんはやかなしかパンヤオか。これはでもドラ2枚切っとるからね、取るでしょう。どっちか言ったらピンズの方のしもめよりはまあまあ本命は竹やろうね。おや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 、入って法廷ですか。役なしやったよね、やっぱり。これはピッツァついてないねまあ法廷でも上がりは上がり。ドラやからね、うん、やっぱ切れないな。一発、しかもドラ切りよったはい、リーチ一発、ドラさん、ドライオン羽マン。
はリャンソですね。リャンワンが被った。まあ、リャンソ生かす流れにしたいんでね、やっぱりここでチャスヒロは得たいたいけど、トイトイか、トイトイじゃない、チートイか。まあリャンソかぶればいうところでしたけどね。おー、いいところでリーチ。これは打ちづらくなってきました。チュンがまだションパイ、いいススある。リャンワンも通る可能性は大。おーやー、突き通しました。のこどこくん満貫です。いや、もうごめんなさい、ここは早上がりだ。もうすんなりね、ロスト引っ張ったら伸びてる。ここは親の継続狙いましょう。おー、そういうことか。ピンフですね。トンナス。ドラペ。医者店、うっそー、あー、ここはちょっとローアン待ちです。おー、旬のみで上がられた。乱入しましたね。ドラはチャッソです。カン、これはチューピン高め狙いですね。チューピンでちゃんと3色がつきます。積もった。はい、メンピンチャンタ3色ですね。半満点かな、ドラもつくから。バイマまで伸びた。リーズ
ズモピンフチャンタ三色、まあこれで羽根満点ですけどね。ドラが出ましたね。4000-8000。あれは理想通りでしたね。今のはね本当にいい形でした。そして後付けペイでローンしました。親番来ましたね。ドラはローピンです。難しいね。ドイツバカ、あーほらやっぱりそうだ。いやまだわからんな。ヤンワン来るかもしれんしね。チートイツはねドラが乗ればねもちろん爆発力あるんですけど、3-4-5、2-3-4で構えるべきやったかな、やっぱり。これで流れ変わるね。今ポンされたからラードラ引っ張った。さあこれで1射程で構えましょう。ダマでいきます。はい、ヤンワ待ち。あー積もったね。オッケーオッケーオッケー。積もったんやピンフドラ一丁。2600オールでしたね。26オール。ちょっと音でかい。ごめんね。ちょっと下げますね。っていうかね、日によってごめんなさい。私がね、自分の耳に来るときあるんですわ。よし、これこんなもんかな。これはきついな。こっから行こうか。おお、3ズ引く。ペンちゃん引きましたね。あとは3ピンの周りだけね、来て今スピン持ってるんで。でこうなるとね、ちゃんと系になるんだよね。あ、スピンが頭になるの。じゃあこうか。いや、3ピンをちょっと期待して、ダマでいきましょう。で、ここで、カンドラゴン待ち、そば店やけどね。積もりました。リーズもドラ1。ゴッパチ、2000オールは、1本は2100オールですね。
や染めるとかねいう気はさらさらないんだけど、ここはそうですね、ドラー引っ、そうこの辺引っ張ってくれればね、もう初泣きで見切りつけられるんで、まあ今ねギャンピンマスクビシッとくればいいんだけど、もう2枚目出ちゃいましたからね。あー、じゃあもう交換かも、構えるしかないか。789の3色もねもちろん頭にはあったんですけど、ここでおー上がりよった。はい、白のみですね。はい、オーラスでーす。まあ、僕らの頃はね、なるほどザワールドとかいう番組があってね、オーラス言うと恋人選びってやってましたけどね、わかる人はわかるでしょう。あれもね、ほんまにそうなんていうのもね、ありましたけどね。ドラッカー、もうね、チャッピンが多分ね、来ないんですよ。あ、そこでチュッピンやろ。ローピンは切れんな、あの手で。いや、パッサさんぞも危ない。ロピンが紙になってるんでね、チャピンパピンは通ると思うんですけど、これはもうニャンソが1、2、あーワンチャンのか。ここをね、まあまあで大きな手ではなさそうなんだけどね、振り込むのもいうのもあるから、ロマン通した。やっぱり統一場でしたね。ちょっと我慢できてればっていう感じでしたけど、あ、カンナカしたか。おー、法廷返し。法廷のみ。木のじいさん何待ちやったんやろ、見たかったね。オラス94一本場です。ドラ引いたな。まあまあよくはチートいよね。あー、3は引いたな。ただドラはもう川には木のじいさんが一番いいな、出してますよね。これはあれやな、統一バカあんこバカな思ったんやけどね。チュンも1枚、まあここでないとかな、もう間に合わんね。残り5枚。あ、嫌なとこでリーチしすぎだ。リアンオーピーなんか出せんやん、こんなん。どうしよう。ウーパワーもある。サブロスが一番可能性低いんか。
ャンピアン、これは多分スピン見てのリーチだと思う。うん、気持ちいいさにやっぱり振り込みたくないですよね。あ、やっぱ初あったか。あ、ディアンオーバーやね。うん、マンド本命でしたね。マン使い、ボンバードラは何です。まあローチーパーの3色ゴロチローチーパーね。おー、白アンコタ、よしよし、いいとこ詰まります。上がり優先ならこのまま切ります。でかいの狙うんだったらこっち。まあまあまあ、でも、うん、気のじいさんやしね、勝てるときに勝っときましょう。やっぱり、まあまあ、スーアンコまで伸びるかな、サーン、スーアンまで伸びるかな、いう手だったんですけども、まあ、ほんまに終わらせたいんだったらね、ダマにすりゃいいんだけどね、サブロピンスーって出ると思うから。まあ、ここは、あ、積もった。はい、終わった。OK、リーズも白。裏ならず。1200、日本はね、1100、2100ですね。あ、1200、2200ですよね。はい、今日は、第1回戦、プラ59ですね。ということで、いい戦績を残せました。ちょっとこの調子でね、ちょっと木のじいさんとね、ピンチさんを意識しながら、今回はやっていきたいと思います。のこと僕はごめんね、もうバーラシやと思ってるから。はい、ではまた次回です。ご視聴ありがとうございました。ここでお開きとします。それでは、さよなら。